はい。皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、3月29日に登場しましたスターターのね、グレード85以上徹底解説やっていきたいと思います。今回の動画はね、3本目になると思います。パート3になりますね。はい。ということで、えー、前回は東京ヴェルディまで行いましたので、えー、今日は町田から湘南ぐらいまでなんかなおすあ、違う。えー、じゃあマリノスまでかなとかになるんじゃないかなと思いますので、 えー、気になる方はね、ぜひよかったらご覧になっていってください。えー、サムネの方にですね、おそらく、えー、評価する選手を挙げてると思うんでね、はい、そこを参考にしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、結構スターターもね、まあ、ここまで、えー、2回にわたって6クラブ分ね、見てきたということで、12名分見てきたんですが、まあ結構ね、うんまあ、評価的にはまあ面白い感じになってるなと。まあ、ただちょっとどうしてもスターターターってその素材の価値とかもあるので、 まあなかなかね、日頃グレード高い選手でグレード低くなってる選手は、どうすかね、結構ブレがあるような気がしますけど、まあ上のね、あの、80、90はみんなセレクトスキル持っててね、まあ結構仕上がりいいんじゃないかなみたいなスキル構成はしてると思うので、まあ、スキル構成のアドバンテージっていうのは結構ね、まあ今のところあるんじゃないかなみたいな、はい、感じには、えー、僕は捉えてますが、さあ果たしてね、ここからまたね、えー、パート3やっていきますので、まあ印象が変わるのかどうかというところで、はい、ぜひね、楽しみに見ていきたいと思います。 じゃあまず、えー、町田の選手からじゃあ見ていきましょう。はい、ということで町田ですね。<laughs> 町田は、えー、ミンギュ選手ね。はい。さあ、ということでチャン・ミンギュ選手がグレード91のスタミナタイプで登場しております。はい、スキル構成が空中戦の司会者、シュートブロックで、えー、セレクトがピンポイントタックルか、えー、パイプとスティールね。はい。で、チームスキルはディフェンスゴールキーパー、スタミナ強化 B。 で、ボナセンがスタミナ20%アップ。で、えー、総合力、えー、総合値が6482。で、ディフェッチが1451。で、4ステで高いのがスタミナが1249ですね。で、パワーも高みですね。1195。で、あとはまあ、それなりの数値となってるかなと思います。はい、というところなんですが、えー、このチャン・ミンギュ選手のカード評価。えー、まず、評点つけていきますと、まあ、そうですね。クラちゃんだと、うん、 まあ一応7ですかね。はいで。リーグも、うん、まあ7で、はい、つけときたいなと思います。まあということで、77評価ということで、まあそんなに高くない評価だとは思うんですけど、まあここはね、もうスキル構成かな。うん。まあちょっとね、<laughs> 唯一の外れの引き方を引いたなっていうね。うん。でも外れではないんだよね、これ実はね。別に外れっていうほど外れではなくて、まあ、 とりあえずセレクトはま基本的にはピンポイントタックル選べだろう。選ばないとちょっと厳しいかなというところもあるんですけど、まあ,ある意味ね、そのなんか、スティールもうガチガチマンとかにもまできなくはないので、まあ,ある意味ね、そこだからちょっと面白いなとは思うけど、うん、まあ、ただリアルに強さ追求するんだったらもうタックル一択になりやすいかな、ここはどうしてもね。で、最近ね、まあそのスターターとか、 まあそうですけど、シュートブロックめっちゃ配ってるの何なんだろうね。うん。これはまあ個人的にはちょっと気になってるんですけどね。はい。ということで。もしかしたらなんかね、環境にとって面白いことがあるのかもしれないしね。まあ以前流行らなかったシュートブロックとはまた違って修正が入ってたりとか。まあそういうのもやっぱ勘ぐっちゃうのがやっぱ J クラユーザーとしてのね。なあ、ちょっと、なんていうかな、まあ常に疑いを持ってやってるっていう <laughs> なんかちょっと異変があったらなんでみたいな感じで追求したくなるのがやっぱね。 このアプリの面白さなんですけど、はい。シュートブロックがね、ちょっと普及してるということで、まあ、ここについてはちょっと僕もちょっと目つけてますけど、はい。なんかちょっと気になりますね。はい。というところで、まあ、ね、どっちにしろ、まあ、タックルかスティールどっちかしか選べないので、まあ、いずれかの弱点は露出する形の展開っていうのはどうしても想定しないといけないってことね。まあ、ここが伸びなかった原因と思ってください。まあ、これはクラチャンリーグ共にの話かな。はい。 で、まあ、リーグ的にだったら、まあ、ボナセンディフェがないので、まあ、ディフェ値上げたりとかしないと、まあ、より良さも出ないということで、ちょっとハードル高めに、えー、なってるかなというところですね。はい。まあ、だから、去年の、それこそね、あのー、シーズンフォーカスのミンギュ選手とか、まあ、フォーカスのミンギュ選手とか、結構いいカード出てましたけど、グレード同じぐらいでね。あっちの方が、まあ、使いやすいだろうねって話ね。うん。あれ持ってたら、これ狙わなくていいんじゃないかなっていうところが、 まあ、正直な評価かなと思いますので、まあ、高い評価ではないんですけど、まあ、仕上がったら別に全くダメってわけじゃないので、まあ、そこはちょっと考えながら、えー、気を検討してみてください。はい。じゃあ、続きまして、えー、平川選手を見ていきたいなと思います。はい。ということで、ここはね、平川優選手。はい。えー、86のテクニックタイプで登場してます。平川選手ね、86、85超えるの、なんだ、なんだかんだ初めてかなうん。 エクスペ出てたっけ、平川選手って。エクスペ出てた超えてるけどね。はい。ということで、じゃあ見ていきたいんですけれども、スキル構成がスペクタクルダブルタッチ、構成度クロス、ビルドアップブレイク。で、チームスキルがミッドフィルダー、テクニック強化 B。で、ボナ戦がオフェ20%アップ。で、総合値5986。オフェ値が1301。4ステで高いのはテクニックが1136。で、まあ一応スピードも1000超えてますね1083というところで、あとはまあそれなりの数値かなと思います。 はい。ということで、この平川選手のカードなんですが、うんまあ、標点的にはですね、まあ、クラチャン6、リーグが5で、はい、つけておきたいなと思います。まあ、これですね、まあ、スキル構成の話からまずしっかりとちょっとやっていかないといけないんですけど、じゃあこのスペクタクルダブルダッシュと構成がクロスの組み合わせってなかなか珍しいかもしれないですけど、あんまないような気がするんですけど、まあ、これがいいのかっていうところに関して言えば、 まあ、展開によるかなっていう <laughs>、ところかなと思いますね。はい。まあ、このスペクタクルダブルタッチっていうのが、要は、ね、相手をフェイントでかわすものなので、まあ、例えば相手のサイドバックとかがうまくね、対応してくれて、まあ、正面に入ってくれて、それをかわして、で、深くまで持ち込んで、構成のクロスみたいな流れが作れればいいんですけど、まあ、この流れっていうのはなかなか作るの難しくてね、 うんまあ、例えば、スペクタクルダブルタッチ1人かわしても次が来るとかね、うん、次が来て取られちゃうとか、まあ、そういうのもちょっと泣きにしもらずなので、まあ、これはね、ちょっと、ね、苦労する弁が、まあ、あるのかもしれないね。まあ、だから言ったらアーリークロスとかのがまがちょっと使いやすいかな、フラスルのチップとかね、うん、そっちの方が使いやすかったかなっていうスキル構成にはなってると思います。でビルドアップブレーカーは、ね、決して悪くないですね。これはまあ C スキルとしての役割としては十分だと思うので、これはいい感じかなと思います。 まあ、ということで、うまくハマった時のことを考えたら、まあ、一応クラチャン評価6は、はい、つけれると思うし、まあ、ダブルタッチ発動すればね、ある程度稼げると思うんで、まあ、ここに価値を見出せる人はぜひね、まあ、気を検討してみてもいいんじゃないかなと思います。で一応、コーナーキック設定もできるしね、高精度クロスもね、まあ、そこもちょっと、まあ、一応評価には入れてます。はい、<laughs> そんな感じですね。はい、でリーグ面はね、まあもっとやっぱりちょっと稼ぐだけとかではダメなので、うん、まあその上げてなんぼっていう。 うん、で上げてなんぼってなったら、ちょっとスキル構成的にはちょっと物足りなさがあるなっていうところですね、クロスすぎるにねで。さっき言った通おり、まあ、チップとか、アーリー系とかだと、もうちょっと、まあ、6ぐらい評価つけてもよかったかなぐらいの、えー、感じだと思ってください。ちょっとクロススキルがね、構成度クロスだと評価上がらないですね。はい、せめてね、まあ、言ったらね、そのリーグ仕様にするんだったら、もうこのダブルタッチじゃなくて縦取りの方が良かったね、うん。こっちの方がまだ上げる可能性は増えると思うんで。 まあそことのね、まあ、ちょっと兼ね合いとかも含めて、まあ、5かなっていう感じですね。はい。で、ここ、ビルドアップブレイクは別にいいと思います。はい。というふうな、えー、平川選手の評価ですが、まあ、決して悪くはないんですけどね。うん。まあ、スターターとかでグレード低い選手使うんだったら、まあ、使いやすいポジションであるんですけど、まあ、フラスルのクロス、ね、フラスルというか、ウィングとかサイドのクロスターというのは使いやすいんだけど、まあ、ちょっとスキルがね、ついてこなかったという感じですかね、イメージ的にはね。はい。 まあでも仕上がればまあワンチャンスないことはないんでね。まあ特にクラチャンネルは言いつ,つけばワンチャンあると思うんで、使用検討してみてください。はい。じゃあ続きまして、えー、川崎に行きましょう。川崎はですね、はい。家永選手見ていきましょう。はい。ここグレード92でテクニックタイプで登場してます。 スキル構成がシャープクロス、オフェンスブレイクで、えー、セレクトでフライスルーパスかトリックドリブルで選べます。チームスキルはテクニック強化 B ですね。はい、でボナセンがオフェン20%アップで、総合値6566のオフェチが1452ですねで。4ステで高いのはテクニックタイプなのでテクニック1299。お1300手前ですね。はい、で他は1100から1100付近ぐらいですかね。なのでまあそれなりの数値かなと思います。 はい。ということで、こちらのカードなんですが、まずね、ここも氷点をつけていきたいんですが、まあ、これはですね、うーん、まあ、そうですね、クラちゃんだとここもまあ、そうですね、7ぐらいかな。はい。で、リーグで見ると、まあ、8。はい。つけておきたいなと思います。はい。ということで、7、8。まあ、でもね、クラちゃんもまあ、どうなんだろうね、8に近い7ぐらいかな。7.5ぐらいと思っていただけたらなと思うんですけど、まあ、まず、セレクトスキルの話からね、ちょっとしておくんですが、 基本的にはフライスルーパス推奨ですかね、ここはね。はい。まあ、ウィングで使うにしても、サイドハーフに使うにしても、はい、そういった感じがいいと思います。で、唯一ね、まあ、その、特殊な使い方なんだけど、例えばトップ下のオフェブレ要因とかで考えるんだったら、まあ、トリックドリブルでもいいかなっていう。まあ、でもこれね、まあ、やれること限られてるけどね、オフェブレで勝って、で、トリックドリブルで相手かわして、なんかパスとかで繋げれたらいいなってスキルなしでもね、まあ、そういう考えね。まあ、これはね、でもね、<laughs> 癖強すぎるんでね、あんまりする人いないと思うんだけど、まあそれで考えるんだったら、まあトリックドリブルもなしじゃないかなっていう話で、もう基本的には9.9割はもうフラスルでいいと思います。はい。というふうな感じでしょうか。で、なった時に、まあフラスルいいですよね。で、オフェブレも持ってるんで、まあさっきのね、まあ、あのー、平川選手のところで言いましたけど、まあ別にウィングのチェイシングが僕はいいと思ってるんで、はい。これはもう持つ意味あると思うし、まあシャープクロス持ってる分ね、まああのコーナーキックで、まあ打てますからね。はい。 まあ、これで裏3じありますし、まあ、これで稼ぐこともできるし、まあ、深く入りすぎたら、まあ、自分でね、このシャープクロス打って、っていう展開にもできますしね。はい。ということで、まあ、スキルの組み合わせ的には、まあ、悪くないかなと思いますね。はい。まとまりも、まあ、一応あるんじゃないかなと思います。ということで、まあ、クラチャーはね、ボダス MP ないので、まあ、8まではちょっとつけれないで、7、七になりましたけど、まあ、リーグ名はね、特にそのフラスルーとかオフェブレの関係性とか、まあ、そのシャープクロスの、まあ、意味合いとかも考えると、まあ、これも8ぐらい、うん、クロスタートしてはつけていいと思いますね。はい。 まあ、横言えばね、このシャープクロスじゃなくて、まあ、アーリー系とかの方が使いやすかったかもしれないですけど、まあ、これはこれででも別に悪くないと思うんでね。はい。まあ、いい感じかなと思います。はい。ということでね、家永選手もね、結構いいカードが出てます。まあ、右のクロスターとして、まあ、結構期待される方多いんじゃないかなと。で、あともう更新するかどうかっていうのはちょっと難しくなりますけどね。まあ、ここはちょっと持ってるものによって変わってくると思うんですけど、はい。ぜひね、あの、まあ、検討してみてください。基本的にはトリプルスキルの恩恵はまあまあ大きいので、うん。 こっちに変えてもいいんじゃないかなと思いますけどね、ある程度のカードだとね。はい、ということで、まあ、家永選手、以上となります。はい、じゃあ続きまして、はい、孫涼選手ね。はい。さあ、ここグレード87で出てます、バランスタイプです。スキル構成がパーフェクトセービング、1対1の集中力、ハイボールディフェンス、チーム強化がディフェンスゴールキーパー、スタミナ強化 B、で、ボーナセンがディフェンス20%アップ、総合値6007のディフェンスが1504ですね。はい。 で、バランスタイプなんですが、結構偏りがあるんで、バランスタイプにしてはね。パワーが1118、テクが1090かな。というところがちょっと高めで、あとは低めかな。まあ、そんな高くはないかなって感じですね。はい。というふうなカードになっておりますが、まあ、ここはちょっとシュートセーバー持ってないんでね、ちょっと評価伸びないと思いますが、まあ、クラちゃん的に見ても、ま、あそうですね、ここは4ぐらいかな。あまあ、ま、一応5にしておきましょうか。はい。で、リーグで見ると、ま、4ぐらいの、は評価と思ってください。 ということでね、5、4の評価ですが、まあ、ここはちょっといた仕方ないかなと。まだクラちゃんの方がチャンスあるんですけど、まあ、最近のクラちゃんもね、まあ、シュートセーバーの稼げないにしても、シュートセーバー使った方がいいからね、基本的にはちょっと厳しいかなと思ってください。まあ、一応パイクトセービング裏30乗ってるので、一応5の評価出してますけど、ちょっと厳しいかなという感じですね。はい。で、リーグ目も同じく、まあ、シュートセーバーない視点で、やっぱちょっと苦しいかなという。まあ、やっぱり正面のシュートを止めるか止めないかっていうところが生命線になってきてるし、まあ、今のその環境面ね、やっぱ守備力っていうのは、 結構大事なんでね、その、まあ、やったら組織で守ることはまず大事なんですけど、その守れなかった時にやっぱり最後の砦の存在なんでね、ここがやっぱり脆いと、まあ、ちょっと勝てる試合も勝てなくなっちゃうんでね、まあ、逆にね、あの、守備もろくてもね、最後のこのキーパーがっちり止めてくれれば勝つ試合もあるんでね、で考えると、まあ、ちょっと起用価値はあの薄いかなという感じですね。はい。まあ、これはもうすべてシュートセーバーがないのが悪いと思います。で、ま、あ総リ選手の、 まあね、まあ、イメージなんですけど、どっちかというと、まあ、ソルナ選手別にレギュラーとか、そんなにね、限定とか、特に前半の限定とかあんまりかかりいいイメージがなくて、まあ、どっちかというとシーズン後半の、まあ、シーズンフォーカスだったりとか、まあ、それこそ、フォーカスの結構後ろの段だったりとか、まあ、なんかそういうところかな。なんかあとマジスティックとかね、うん、ベテラン系の限定とか、あと、まあ、バンデーラとかはあるんかな、ワンチャン。あ、バンデーラでも小林選手かな。まあ、とかね、まあ、結構、マジスティックチャンスかな、とかあるんですけど、 後半の方にね、結構チャンス来る選手なんで、まあ、ある意味、スターターで一発餌みたいなのが出といて、まあ、今シーズンもまあ24シーズンの後半とかにね、またいいカード出たらまあ乗り換えるみたいな感じの、まあ、運用がいいんじゃないかなと、個人的には思うんでね、まあ、この、まあ、外れっていうのはそんなにまあ痛くはないんじゃないかなと思います。まあ、毎年結構安定している選手なんで、後半シーズンに今年もまあ期待しましょうという感じですね。はい。じゃあ、続きまして、えー、マリノスね。はい。 一発目からね、濃い選手出ましたからね。はい、アンデルト・ロペス選手見ていきましょう。さあ、ここグレード95ではい登場してます、スピードタイプです。スキル構成がホックスインザボックスアーチドライブで、えー、セレクトスキル選択が超絶ヘッドか高速ドリブルね。はいでチームスキルはフォワードスピード強化 B ですね。はいでモナセンがオフェ20%アップの、えー、総合値6874、オフェチが1608、4ステで高いのがスピードが1328、高いですね。はい でスタミナもちょっと高めですね、1255。あとは、まあ、テック1185、パワー1140という感じですね。まあ、これも悪くないかなとは思います。はい、というスキル構成なんですが、あー、ごめんなさい、えー、能力値なんですが、というか、ご覧の通りのカードなんですが、さあ、評定をね、じゃあ、まずつけてからお話をしていきたいんですけど、まあ、ここもですね、まあ、クラちゃん的にはこれもまあ、7ぐらいかな。うん。で、リーグはね、うーん。 まあ8つけときたいなと思います。はい。ということで、7、8の評価なんですけれども、これまずセレクトスキルの話からね、させていただきたいんですけど、基本的にはまあ高速ドリブル一択になるんじゃないかなと。まあ、ただヘッドもね、ちょっと最近、ワイドレンジからのつながりとか面白そうなところは見るので、まあ、ワイドレンジからヘッドで押し込むようなね、これ基本的にはみんなスキル持ってないんで、まあ、スキルなしで、まあ、打ち込んでるけど、もしかしたらこれ小絶ヘッドとかで打ち込むと強いとかね。 うんまあ、今後多分ヘッドに関してはもうウィーコレ見てると新しい派生の多分いいスキル出ると思うんですけどね。はいまあ、そんな感じしますけど。はいまあ、とりあえずまあでも高速ドリブルかな。なのでまあ基本的にはホックスインザボックスアーチドライブ高速ドリブルの選手としての評価が、はい、ここから始まるわけですが、まあ、これね別に悪くないと思いますよ、個人的に。うんまあ、高速ドリブル別に悪くないと思うんで。 まあ、でも、クラちゃん的には7ぐらいかな。まあ、これもシュート2つが結構被った役割する可能性もあるんで、高速ドリブルからの、まあ、ここの2つの連動というところ、どっちかを打てれば、まあ、結構稼ぎ的には美味しいんじゃないかなと。うん。まあ、個人的には思うので、ここが決まるかどうかですね。この展開に持ち込めるかどうかで変わってくると思いますので、まあ、よりここに持ち込みたいんだったら、後半から使うとか、まあ、前半から使うにしても結構、も能力値全体的に高めていくとかね。まあ、例えば、クラブリンクはしっかりと反応させておくとか、キラーにしとくとかね。 まあそういうのでもちょっと変わったりすると思うんで、まあそういうところ意識しつつ、まあクラチャンでぜひね使ってみてください。まあ当然クラチャンとなるとね、センスは EP つけるんでね、まあセンス EP、まあセンス以外のところでの能力値のアップというのはちょっと見込まれるのかなと思います。はい。で、あとですね、まあクラチャンじゃなくてリーグの方なんですけど、これはボナセンオフェもね、まあ含めての評価なんですけど、まあこのままだとね、まあ当然あのもうちょっと磨かないとどうしようもないんですけど、まあシュートスキル強化とかうまくつけとくと、 まあ、ホックスインザボックス PK も蹴れますしね。PK でもまあ、特定の匂いはしてくるだろうし。まあ、さっき言った高速ドリブルからのアーチドライブもしくは北ックスインザボックスというつながりね。まあ、これはもう発信位置によって近距離中距離どっち打てるか変わると思うんで、まあ、どっちか打てるような仕様になってるというのは結構いいんじゃないかなと。ある意味、まあ、安定感。ね、その、ハマったら安定感あるんじゃないかなと思うんで、うん。まあ、ここは別に悪い気はしないですよね。まあ、だから、このまあックスインザボックスのアーチドライブが、その、決まった時ね、その、形が決まった時に、 どれぐらい決めれるかによって価値は変わってくると思うんでね、まあ、そのための仕上げっていうところね、まあ、スキル強化なりお部屋プラスお部屋をね上げていったりとか、まあ、そういった努力っていうのはどうしても必要になってくるのかなと思いますであとはまあ育てておいてもねそん、まあ、ない選手だと思うんでね、まあ、これからまたいいカード結構出ると思うんで、まあ、そういう意味でのね結構安心して育てやすいっていうのもあると思えばねエース不在の選手、えー、不在の方とかからすると、まあ、ちょっと頼もしい1枚になる可能性は、はい、十分にあると思うんで使用検討してみてください はい。ということで、アンデルソン・ロペス選手のカード以上となります。まあ、今後のね、いいカードもっと出ると思うんでね。あんまりスターダウン、まあ、正直ガチの価値というのはそんなにもしかしたらないのかもしれないけどね。まあ、これから出てくるカードの方がおそらく強いでしょうからね。ストライカーとかね。まあ、フォーカス系とかに絡んだら余計にリーグとかしたカードとか出そうですけど、はい。楽しみな選手だと思います。はい。じゃあ続きまして、えー、渡辺選手ね。はい。見ていきましょう。さあ、ここグレードが87でバランスタイプで登場してます。 スキル構成がシャープフィード、インターセプトタックルですね。はい。で、チームスキルはミッドフィルダー、えー、テクニックあ、ごめんなさい、ミッドフィルダー、テクニック強化 B ね。はい。で、ボナ1 0がスタミナ20パアップ。総合値6049のディフェチが1200。で、ここもオフェに割れてるね。まあ、オフェが1220。で、4ステアその分ちょっと低くなってますね1000超えてるものはありません。はい。という風なね、カードなんですが。 まあ、これオフェに割れてるのもね、多いね、最近ね。うん。あんまり割れてほしくないんだけどね。ということで、まあ、評価つけていきたいんですけど、評点つけていきたいんですけど、えー、まず、クラちゃんですね。はい。ここはね、まあ、5ですかね。はい。リーグはね、ちょっともうちょっと厳しく4で、はい、みたいなと。4、まあ、3でもおかしくないぐらい。まあ、4にしときましょう。はい。ということで、えー、クラちゃん5リーグ4の評価ということで、ちょっと低めの評価になります。 ま、これの原因はですね、いろいろあるんですけど、まあ、スキル構成がまずね、シャープフィード、インターセプトタックル、これがね、ちょっとやっぱり、まあ、クラチャンだったらまだマシなんですけど、リーグは特にきついですね。うん。まあ、ちょっと強度が出ない。で、まあ、リーグ目の話をもっと言うと、やっぱディフェス1200でディフェーボナセナなしはもう本当に致命的ですね。これはね、なかなかきつい。で、プラス、まあ、能力値だけでもきついのに、まあ、スキルバランスのね、このスキルの順番もちょっと悪いということで、まあ、よりちょっと使いにくくなっているので、 まあ個人的にはもうクラチャンで使う以外は餌推奨ですかね。はい。ただまあ渡辺選手もね、結構いいカード出るんでね、まあ、これからね、あの、まあ期待していいんじゃないかなと、うん、思いますけどね。はい。ということで、まあただね、ちょっと今年どうすかね、ちょっと山根選手の筆頭とかが合ってる関係で、ちょっとね、この、マリノスのボランチがね、今3人で2枠争ってるみたいに見えるんだよね。ここがね、ちょっと序列的に難しいんだよね。 で、渡辺選手がちょっとね、山根選手の、その、筆頭の影響を喰らってるように見えるので、うん、まあ、そこがちょっとどうなんだろうなっていうのはちょっとあります、正直ね。うん。もしかしたら去年よりはちょっと分が悪いのかなとか思ったりね。はい。まあ、する場面があるとは思うんですけど、まあ、今後のね、あの、成績次第かなと思いますけどね。はい。ということで、まあ、ちょっとこのカードは正直餌として以外の価値というのはあまりないかなと。まあ、クラチャンだったら、ま、シャーフィード絡めば、 ワンチャンス稼げるかなみたいな、うん、認識でいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、本日の動画もね、6選手見ていきましたが、いかがだったでしょうか。まあ結構ね、あのー、銘柄級の選手たち出てきましたけど、はい。まあなかなかね、まあどうでしょうね、今回取り上げた、まあ選手たちっていうのは結構、今後またグレード伸びたカードとか出てきそうな選手も中にはいたりとかね、特にまあその89条じゃない方の選手ね、 とかはもともとグレード高い選手がやっぱり多かったりとかしたので、うん、まあそれに関しては別にね、まあ餌としての価値もあると思うんでね、まあ当たったら餌として、まあもしいい本体持ってるんだったら既にね、食わしてあげればいいし、まあ残しとけばいいかなっていう感じですね、ない場合はね。はい。まあそんな感じがしましたけど、うん。まあでもね、なんか家永選手とかね、まあ結構良さそうなカード出てたりとかね、うん。まあアンデルソン・のペ選手も別に悪くないかなと。チャン・ミング選手がね、なんかちょっとね、セレクトのね、あれですけどね、 本当はどっちかね、上にあった方が安定感がありそうでしたけど、まああれはちょっと仕方ないかなというところを踏まえると、まあ全体的に別に悪くはないと思うんで、まあぜひ気になる選手がいたらここのね、えー、計6人からもぜひね、狙ってみてください。ということで、えー、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ここにでで失礼します。バイバイ。